品川区役所広報校長課発行品川区声の広報平成30年4月21日第2080号子育て支援特集号をお届けします。皆様こんにちは。いかがお過ごしですかそれでは今回の内容をご案内いたしましょう。1番子育てを応援します。2番児童センター特集。3番相談できます。 4番、女性などが受けられます。5番、預かります。6番、子育ての輪に参加しませんか ?7 番、青少年の活動を応援します。8番、夜間休日などに病気になったら。9番、施設案内。10番、その他のお知らせ。11番、子育てすごろくインデックス。以上の順番でお伝えします。 また、品川区のホームページアドレスは、http://www.city.shinagawa.tokyo.jp、ok、スラッシュです。こちらもご利用ください。内容に関するお問い合わせは、品川区役所電話代表で3777-1111番までどうぞ。それでは、 おしまいまいでどうぞごゆっくりお聞きくださいはじめにお子さんの健やかな成長を願い子育てを応援します府では安心して子どもを産み育てられるようさまざまな子育て支援メニューを用意しています 墨字版子育て支援特集号は今年から12ページでお届けします。今号は児童センター特集からお伝えします。お子さんの成長過程やご家庭の事情に合わせてご利用ください。広報品川をご覧いただきありがとうございます。品川区長、浜野武氏。品川区は妊娠、出産、育児の切れ目ない支援の仕組み 品川ネウボラネットワークで関係機関の協力のもと、区民の皆さんの子育てを応援しています。今年度は待機児童対策として保育園の定員をおよそ1500人拡大。また、在宅で子育てされている方が一時的にお子さんを預けられるオアシスルームを区役所の中にもオープンしました。 区は安心して子供を産み育てられる環境を引き続き整備していきます。また子供たち自らが生き抜く力を育み、健やかに成長できるよう区民の皆さんと共に支えてまいります。子育てを応援しますでした。 次は児童センター特集です親子でも子どもだけでも自由に利用できる児童センターは地域の子育て支援の拠点として子育ての強い味方です親同士で悩みを分かち合ったり放課後に友達と一緒にバンド活動や勉強をしたりするなどそれぞれの世代が楽しみながら交流の輪を広げるツールがたくさんあります区内にある 25の児童センターでは、乳幼児から高校生までが集い、そして利用していた子供たちが大人になった後も、ボランティアや親として関わるなど、多世代交流の輪や、世代を超えたつながりがあります。子育てにあると嬉しいが、児童センターにあります。0歳から高校生まで楽しい活動がいっぱい。児童センターでは、 子供たちも保護者もみんなが安心して楽しめる、そんな心地よい居場所であるために幅広い活動を行っています。児童センターとは児童センターは子供たち親子が利用できる場です。児童の健全育成のため遊びの場、居場所の提供、イベント、クラブ活動などの事業を実施しています。 区内には25の児童センターがあります。対象は0歳から18歳の子供と保護者、就学前のお子さんは保護者同伴でのみ利用できます。通常開館日時、月曜日から土曜日の午前9時から午後6時、休館日は日曜日、祝日、そして12月29日から1月3日の年末年始です。各児童センターの特色、 イベント、行事情報などについて詳しくは、品川パパママ応援サイト、キッズルーム in 品川、アドレス、http コロンスラッシュスラッシュ、c i t y s h i n a g a w a k o d o m o m i r a i t o k y o スラッシュをご覧ください。児童センターの利用方法。 受付の入館票に氏名を書いてください。帰るときは入館票に体感チェックをしてください。予約、事前登録は不要で利用は無料です。なお、クラブ、イベントの参加に予約、登録、実費が必要な場合もあります。東中野部、豊か児童センターで活動を覗き見してきました。 入幼児対象、親子の広場。すべての児童センターで、0歳から3歳の年齢別に、親子の触れ合いや、親同士が交流、情報交換などを図るサロンや、集いを開催しています。手遊びや運動、季節行事などを親子で楽しみながら、新しい仲間づくりができる場となっています。ラッコクラブ、東中野部児童センター。 0歳児とその保護者の方を対象としたクラブです。様々な触れ合い遊びやおもちゃ作り、季節の行事などを親子で体験。赤ちゃんを通じて親同士が友達になる機会もたくさんあります。対象は0歳児親子。曜日は火曜日、時間は午前10時から11時、定員はありません。異世代交流も盛んです。 入幼児から高校生までが自然と交流できる空間づくりをはじめ、児童センターの活動を OB、OG の大学生がサポートしたり、児童センター主催のお祭りに地元の高校生がボランティアとして参加したりと、多くの異世代交流が日常的に行われています。小学生対象、放課後や休日を有意義に過ごせる施設として、 美術、音楽、スポーツなど、バラエティ豊かな日常活動、クラブ活動を行い、子供たちの想像力や自主性を高めています。様々な小学生クラブがあります。ダンスクラブ、バンドクラブ、スラックラインクラブ、トランポリンクラブ、卓球クラブなどです。各児童センターにあるクラブについて詳しくは、品川パパママ応援サイト、 キッズルーム品川をご覧くださいチャレンジボルダリング豊か児童センター区内の児童センター唯一のボルダリングウォールでは90度と110度の壁を備え学年やレベルに合わせたコースに挑戦できます今年度はボルダリングウォールのリニューアルの予定がありコースも多彩になります対象は小学1年生以上曜日は木曜日 時間は午後4時から5時半。定員は20人。なお、小学1年生は保護者が同伴してください。小学2、3年生は初回のみ保護者が同伴してください。中高生対象。児童センターは多くの中高生も利用しています。そのうち9館は中高生の活動を支援するティーンズプラザとして、通常午後6時までの開館を 週2回、午後7時まで延長しています。各児童センターが工夫を凝らし、子どもたちの活動をサポートしています。バンドクラブ、東中信児童センター。小学生から高校生まで音楽活動を通じて仲間づくりや交流が広がっています。現在30組以上のバンドが活動しています。 小学生は児童センター6館が合同で開催する小学生バンドフェスタ。小中高校生は大崎ゲートシティで開催されるパワードリームミュージックフェスタや各館でのライブ活動に参加します。中高生はイベントスタッフとして地域貢献活動も行っています。対象は小学3年生以上。曜日はバンドごとに決定。 時間もバンドごとに決定。定員は3人以上でバンド登録となります。児童センターの活動はまだまだあります。親育ちワークショップ親同士の交流を通して、親としての不安や迷い、悩みを話し合い、子育ての楽しさを発見するためのワークショップです。主に0歳、一部は1歳対象です。 赤ちゃんとの触れ合い事業。小中高校生が赤ちゃんと触れ合い、保護者の方から育児の話を聞きます。赤ちゃんを愛おしく思う心を養い、命の大切さ、育児の楽しさについて学びます。サンデー子育てサポート。お父さんも休みの日に利用できるよう、東品川、滝王子平塚、旗の台、豊か、 ヤシオの6巻を日曜日や祝日の午前9時から午後6時まで開館しています。親子で参加できるイベントなども行っています。それでは、児童センターの所在地、電話番号をお伝えします。1から25まであります。1、一本橋児童センター、大井2-25-1、電話3775-4352番。 2、伊東児童センター、西大井6-13-1、電話3771-1311番。3、後路児童センター、小山2-9-19、電話3785-5033番。4、大井倉田児童センター、大井4-11-34、電話3776-4881番。五大原児童センター、 戸越六の十六の一電話三七八五の五一二八番。六北品川児童センター、北品川二の七の二十一電話三四七一の二三六零番。七古関児童センター、北品川五の八の十五電話三四四九の一六七六番。八水神児童センター、南大井五の十三の十九 電話3768-2027番9、滝王子児童センター大井5-19-14電話3771-3885番10、中延児童センター西中延1-6-16電話3781-9300番11、中原児童センター小山1-4-1 電話3492の6 1一9番12、西中信自動センター、西中信3の8の5、電話3783の1875番13、旗の台自動センター、旗の台5の19の5、電話3785の1280番14、東大井自動センター、東大井1の22の16、 電話3471-1070番15東五丹田児童センター東五丹田5-24-1電話3443-1629番16東品川児童センター東品川1-34-9電話3472-5806番17東中延児童センター東中延2-510 電話3785の0419番18平塚児童センター平塚2-2の3電話3786の2228番19富士美大児童センター西大井6-1の8電話3785の7834番20三木児童センター西品川2の6の13 電話3491-1005番21南大井児童センター南大井37-13電話3761-4148番22南品川児童センター南品川45-28電話3450-5043番23南豊井児童センター 豊町四の町4-17-21電話3781-3577番24やしお児童センターや五の5-10-27電話3799-3000番25五豊か児童センター豊町一町1-18-15電話3786-0633番以上です お問い合わせは子供育成課育成支援係へどうぞ。電話5742-6596番。ファックスは5742-6351番です。児童センター特集でした。続いて相談できます。妊娠、出産、育児を切れ目なくサポートします。 品川ネウボラネットワークは子供を安心して産み育てるためのサポートを行う仕組みです。妊娠届出後から就学前まで各関係機関が連携しながら相談やサポートを行います。なお、ネウボラとはフィンランド語でアドバイス、ネウボの場、ラという意味です。妊産婦ネウボラ相談、全妊産婦相談、 妊娠届出をした妊婦の方に対して助産師、保健師などが妊産婦ネウボラ相談員として面談し区の子育てサービスの紹介のほか困りごとや相談内容に応じたサポートプランを提案します初回の妊娠中の面談でお祝い品出産育児用品カタログギフトを贈呈します保健センターへは予約をお願いします健康課は 妊娠届出時にのみ相談できます。お問い合わせ。品川、大井、江原の各保健センター。その他、本庁舎7階、健康課、保健衛生係。こちらの電話は57、5742の6745番。FAX は57、5742の6883番です。産後、全個電話相談。母親の体調の変化が大きく、 育児不安が高まる産後1ヶ月ごろに保健センターから電話し育児相談を行います。お問い合わせは品川、大井、江原の各保健センターへどうぞ。産後ケア事業、日帰り型、区内のホテルでのおよそ4時間のケアです。ルームサービスでの昼食付きです。育児に不安がある方を対象に産後の母体ケアや リフレッシュする機会を提供し、助産師などが相談に応じます。月曜日から金曜日の午前11時から午後3時。対象は区内在住で産後4ヶ月未満の母子。場所は東品川2-3-15、第一ホテル東京 C4 と、費用は4000円。減免制度があります。お申し込み、利用希望日の前の月の1日から受け付けます。 なお、その日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の日から受け付けます。詳しくは、産後ケア、日帰り型受付、東京医療保険大学へ。電話54、5421-2081番へお問い合わせください。宿泊型、指定医療機関に宿泊して、産後ケアを受けられます。会場です。1から3まであります。1、 NTT 東日本関東病院2昭和大学病院3セール科助産院マタニティケアホームなお1と2は出産後引き続き宿泊する方のみです2泊3日までとなっていますまた1と2以外の病院で出産し3に転院して利用する場合は3泊4日までです対象は産後3ヶ月未満の母子 費用、一泊二日で一万円。以後、一日につき一万円です。減免制度があります。お問い合わせは、品川、大井、江原の各保健センターへどうぞ。電話相談、電話で産後の体調や授乳のことなどについて相談に応じます。相談電話番号、5421-2083番、東京医療保険大学。訪問型、 6月1日から受付開始予定です。助産師の訪問による乳房ケアや授乳指導などを産婦1人につき1時間程度1回まで受けられます。対象は区内在住で産後6ヶ月未満の母子。費用は1000円。減免制度があります。詳しくは産後ケア訪問型受付、東京医療保険大学、電話、 5421-2081番へお問い合わせください。広報6月1日号でもお知らせします。産後の家事、育児支援のヘルパーなどの利用助成。区と提携した家事、育児支援のヘルパーの利用に対して、サービス利用費の一部を助成します。支援サービスの利用に向けた事業者との打ち合わせ、プランニングも助成対象となります。 対象は区内在住の出産した方で、生後6ヶ月になるまでの乳児を育児中の方。プランニングは3000も対象となります。女性内容。支援サービスは1時間2000円。上限20時間。多体出産の方は上限40時間。プランニングは1回のみで1000円です。お問い合わせは子供育成課、児童相談係、 電話5742-6959番、ファックスは5742-6351番です。子育てネウボラ相談。保健師、看護師、保育士などが、子育てネウボラ相談員として、子育て全般の相談、子育てサービス情報の提供、他機関の紹介などを行い、希望者にはサポートプランを作成します。お申し込み。 電話か直接、東品川、大井倉田、平塚、富士見台、八潮の各児童センターに予約をお願いします。お問い合わせ、子供育成課児童相談係、電話5742-6959番、ファックス5742-6351番です。オアシスルーム、生活支援型一時保育増設、 ショートステイもあります。ネウボラ相談員は保健センター、児童センターにいます。妊娠、出産、マタニティクラス、母親学級、品川、大井、江原の各保健センター、22週以降の妊娠中の方が対象のクラスです。食生活、お口の健康管理、お産の流れや準備などについて学びます。予約が必要です。 二人で子育て、両親学級。場所は品川、大井、江原の各保健センター。初めての出産を控えた妊娠22週以降のカップルが対象です。パートナーが、目浴実習、妊婦ジャケットやリラクセーションなどを体験します。毎月広報などで募集します。健やかサポート。育児支援ヘルパー。場所は品川区子育て支援センター。 出産前や出産退院後に体調不良などにより日常生活に支障があり、他にお子さんを養育する方がなく、育児、家事の援助を受けられない方をサポートします。出産予定日1ヶ月前の場合、上限5日。出産退院後1年以内の場合は、上限10日までサポートします。 なお時間は午前9時から午後6時の間で連続4時間以内事前登録が必要です。費用は1時間につき410円です。すくすく赤ちゃん訪問赤ちゃんが生まれた全ての家庭に助産師、保健師などが伺います。育児の心配事などへのアドバイスや子育て支援サービスをご案内します。 お問い合わせは品川大井江原の各保健センターへ。訪問に関することについてはこちらへお問い合わせください。その他、健康課保健衛生係でも問い合わせを受け付けています。こちらの電話は5742-6745番。ファックスは5742-6883番です。母乳相談。場所は品川大井江原の各保健センター。 助産師による母乳の話と育児についてのグループワークです。母乳で育てたい。おっぱいトラブルが気になる。そんな母乳に関する相談を受けています。おおむね1、2ヶ月時のお母さんが対象です。毎月広報などで募集します。乳幼児0歳から就学前対象品川っ子子育てカンガループラン。子育て相談員が 妊娠期から就学前までのお子さんを対象とした子育て支援事業の紹介や情報提供を行い、子育て相談を通して入養時期の子育てプラン作成のお手伝いをします。予約が必要です。対象は区内在住で妊娠中の方、就学前のお子さんの保護者。お問い合わせは保育課、保育教育担当。電話5742-3087番。 ファックス5742-6350番です。子育て体験。場所は、区立保育園、幼稚園、公設民営保育園を除きます。区内在住で、保育園、幼稚園に通っていない就学前のお子さんと保護者、祖父母、妊産婦の方などを対象に、区立保育園、幼稚園で、保育体験や子育て相談、園庭の開放を行います。 季節の行事などにも参加できます。詳しくは、区のホームページで実施内容をご確認いただき、希望園へお申し込みください。毎月、広報21日号でもご案内しています。お問い合わせは、実施園。その他、保育課、施設、運営係、電話5742-6724番、ファックス5742-6350番へどうぞ。 チャイルドステーション。チャイルドステーションは、公設民営保育園を除く区立保育園、幼稚園、児童センターなどの総称です。子育てに関する相談が気軽にでき、仲間同士での交流や情報交換ができます。発達検診。品川、大井、江原の各保健センター。乳幼児の心身の発達に関して、専門医が相談に応じます。 歯科衛生相談。品川大井江原の各保健センター。2歳のお子さんを対象に歯科医師による歯科検診と相談。その他、歯科衛生師による復化物、フッ素塗布などの予防処置。こちらは有料です。その他、保護者向けの唾液による腐食リスク検査などを行います。小児健康相談。 場所は品川大井江原の各保健センター体重が増えない身長が気になるなどお子さんの健康に関する相談や育児の心配事に小児科医、保健師、栄養士などが応じます心理相談品川大井江原の各保健センター言葉が遅い落ち着きがないダダをこねるなどの対応の相談に心理相談員が応じます 全員0歳から18歳対象子育てなどの相談品川区子育て支援センター子育てに関する様々な相談に応じますお子さんを連れて相談できる部屋もあります電話相談も受け付けています第二庁舎7階子ども育成課児童相談係電話5742-6959番ファックス5742-6959番 6351番。18歳未満のお子さんに関する相談に応じます。本庁舎7階、子供家庭支援課、一人親相談担当。電話5742-6589番。ファックス5742-6387番。家庭相談。一人親家庭の就労や自立支援などの相談に応じます。プリスクール西五反田。 地域子育て支援センター。地域拠点として様々な子育て相談に加え、区内の子育て支援情報も提供します。相談員が個別相談に対応できる部屋もあります。品川大井江原の各保健センター。心と体の健康に関する相談や、地域の方の要望に沿った健康の話をする出張健康学習も行っています。 東京都品川児童相談所緊急性・専門性の高い相談を中心に受け付け、区と連携し支援に当たります。ひとり親家庭就業相談、自立・就労を目指す母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんに対して、専門の就労相談員が就業相談に応じます。個々のの状況ニーーーズに応じハローワークへの動向など きめ細かい支援を行います。対象は区内在住で受給を見込まれる方も含む、児童扶養手当受給者か、同程度の所得水準の方など。お問い合わせは、子ども家庭支援課、ひとり親相談担当、電話5742-6589番、ファックス5742-6387番へどうぞ。 発達、発育に関する相談と療育。相談。障害者福祉課、障害者相談支援担当。障害のあるお子さんについての療育や家庭支援など、全般的な相談と、障害児支援に関する計画相談を実施しています。品川児童学園。児童発達支援センター。所在地は、矢潮 5-9-11. コミュニティプラザヤシオ3階、子供発達相談室、電話3790-5563番、ファックス五5 7 5 5 2 8 0 6番。入幼児期以降のお子さんの発達・発育に関する相談に応じ、専門相談として、言語面や身体機能、心理的側面からの助言・指導を行います。 神大崎1-20-12思春期サポート事業ラルート電話5793-7081番ファックス5793-7189番小学4年生以上の発達障害児と保護者から思春期に抱える悩みなどの相談に応じたり本人の居場所づくりや仲間づくりを支援します療育 品川児童学園児童発達支援センター通所支援部門電話3790-5561番 FAX5755-2806 番就学前の知的発達に遅れのあるお子さんに早期からの療育を行います。なお、児童発達支援や 放課後等デイサービスを実施している民間事業所についてはお問い合わせください。自動発達支援事業、放課後等デイサービス、コンパス。品川児童学園分室、戸越6-16-14、電話3785-0660番、ファックス3785-0660番。こだわりの強さやコミュニケーション、 対人関係など、社会性に困難を抱えてしまう、小学4年生以下の発達障害児の療育を行います。お問い合わせは、本庁舎3階、障害者福祉課、障害者相談支援担当、電話5742-6711番、ファックス3 7 7 5 2 0 0 0番へどうぞ。相談できますでした。 代わって、女性などが受けられます。保育料の女性制度を紹介します。区では、経済的な負担を軽減するため、保育料の女性を行っています。認証保育所の保育料女性。対象は、次の全てに当てはまる方。1、区内在住で、当該月の初日に認証保育所、区外含むに在籍し、月160時間以上の 月決め契約により保育を受けている。2. 認証保育所の保育料を滞納していない。3. 認可保育園の入園申し込みをしたが不承諾となっている。なお3は3歳児以上のみが対象です。0歳から2歳児、女性対象要件です。1. 児童と保護者が当該月の1日時点で 区内に住民票があり、実際に居住している月。2、認証保育所に当該月の初日より在籍し、基本保育時間で月160時間以上の月決め契約により保育を受けた月。3、認証保育所の保育料を支払っている月です。助成方法、差額助成。認可保育園の標準時間保育料と、 実際に認証保育所に払っている基本保育料との差額を助成。認証保育所基本保育料のうち上限額6万6千円を超えた分は助成対象となりません。3歳から5歳児、助成対象要件です。0歳から2歳児の1から3の要件に加え、4、 認可保育園の当該月の入園申し込みをして不承諾となった月です。助成方法、定額助成認可保育園保育料の所得階層に応じた定額助成です。詳しくは、認証保育所、保育料、助成制度のご案内をご覧ください。ご案内と申請書は、区のホームページからダウンロードもできます。認可外保育施設の保育料助成。 次の施設、事業者を利用する場合に保育料を助成します。認可外保育施設、ベビーホテル、その他施設。施設とは、東京都から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設です。助成要件、当該月の初日に施設に在籍し、月160時間以上の月決め契約により、 実際に保育を受けている方です。認可外、居宅訪問型、保育事業、ベビーシッター。事業者は、東京都に認可外保育施設の届出をしている事業者。要件、月48時間以上、月12日以上、かつ1日4時間以上で、実際に保育を受けている方です。以上。 認可外保育施設、そして認可外居宅訪問型保育事業、どちらも対象は次の全てに当てはまる方です。1、当該月の初日に区内に居住している。2、施設、事業者に支払っている基本保育料を滞納していない。3、保育の必要性の認定を受け、認可保育所などの入園申し込みをしたが、不承諾となっている。以上です。 なお、二つの制度を併用することはできません。詳しくは、認可外保育施設、保育料助成制度のご案内をご覧ください。ご案内と申請書は、区のホームページからダウンロードもできます。私立幼稚園等の入園料、保育料補助金、入園料補助金、私立幼稚園などに入園した区内在住の園児の保護者で、 まだ同種の補助金を受けていない方へ10万円を限度に助成します。保育料補助金。補助金額は住民税額などにより異なります。申請書は6月下旬頃に各幼稚園を通じて配布します。妊娠・出産。一般不妊治療・医療費助成。医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法、薬物療法、 人工受精などの一般不妊治療にかかる医療費の自己負担額を助成します。上限5万円。支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。特定不妊治療医療費助成。体外受精、顕微受精などの特定不妊治療にかかる医療費の一部を助成します。支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。妊婦健康審査。 妊婦健康審査の女性を14回、超音波検査と子宮頸がん検診の女性を各1回実施しています。都内契約医療機関で指定の項目を検査した場合、公費負担の対象となります。検診、検査受診票は妊娠届を提出した方に交付します。里帰り等妊婦検診費女性、区内在住の妊婦が 里帰りなどにより、都外の医療機関で受診し、妊婦検診受診票、妊婦超音波検査受診票や、妊婦子宮頸がん検診受診票を使用できなかった場合に、検診・検査費用の一部を助成します。上限があります。詳しくはお問い合わせください。妊婦のための歯科検診、妊娠中に1回、区内契約歯科医院で、 無料で歯科検診を受診できます。受診票は妊娠届を提出した方に交付します。ママのための歯科検診。産後1年以内に1回、区内契約歯科医院で無料で歯科検診を受診できます。受診票は、区の入児4ヶ月時検診の際にお渡しします。以上、お問い合わせは、健康科保健衛生係、 電話5742-6745番、ファックス五5 7 4 2 6 8 8 3番です。各種子供に関する手当、医療費の助成。医療費の助成や各種手当の支給を行っています。所得制限などについてはお問い合わせください。子供も健やか医療費助成。対象は中学3年生終了まで、15歳の誕生日後、 最初の3月31日までの児童。手当、女性は月額で、保険診療の自己負担分です。一人親家庭等医療費助成対象は18歳まで。18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童を養育している一人親家庭の方。なお児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで。 0歳から15歳までは子供も健やか医療費で助成します。手当、助成、月額で保険診療の自己負担分の一部または全額です。児童手当、対象は中学3年生終了まで15歳の誕生日後最初の3月31日までの児童を養育している方。手当、助成、児童1人につき 月額で3歳未満は1万5千円3歳から小学生終了第1子、第2子の場合1万円3歳から小学生終了第3子以降1万5千円中学生は1万円所得制限以上の方は5千円です児童育成手当の育成手当対象は18歳まで 18歳の誕生日後、最初の3月31日までで、次のいずれかに当てはまる児童を養育している方。1、父母が離婚。2、父か母が死亡、生死不明。3、父か母に1年以上遺き4、婚姻によらないで出生。5、父か母が法令により1年以上公禁。6、 父か母に重度の障害がある。7、DV により保護命令が発令された。手当、女性。児童一人につき、月額で1万3500円です。児童育成手当の障害手当。対象は20歳未満で、次のいずれかに当てはまる児童を養育している方。1、愛の手帳、1度から3度程度。 身体障害者手帳、1級2級程度。3、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方です。手当、女性は、児童1人につき、月額で1万5500円です。児童扶養手当、対象は18歳まで、18歳の誕生日後、最初の3月31日までで、次のいずれかに当てはまる児童を養育している方。一父母が離婚。 二、父か母が死亡、生死不明。三、父か母に一年以上生き。四、婚姻によらないで出生。五、父か母が法令により一年以上公禁。六、父か母に重度の障害がある。七、DV により保護命令が発令された。手当、女性は、申請者の所得により、月額で、 児童一人の場合、42,500円から1万3 0円。児童二人の場合、1万4 0円から5,020円加算となります。三人目以降は、一人増すごとに、6,020円から3,010円加算です。特別児童扶養手当。対象は20歳未満で、次のいずれかに当てはまる児童を養育している方。1、愛の手帳、1度から3度程度。 2. 身体障害者手帳1級から3級程度。3. 精神障害か内部障害で1と2に相当する障害と認められる場合です。手当、女性、月額で重度は5万1700円、中度は3万4430円です。お問い合わせは子ども家庭支援課、児童手当係へ。電話5742-6721番、ファックス5 7 4 2の7 2 1番、 6387番。その他、医療女性係。電話5742-9174番。ファックス5742-6387番で受け付けます。予防接種。乳幼児。0歳から就学前対象。定期予防接種。区内在住のお子さんは、B 型肝炎や、4種混合、ジフテリア、百日咳破傷風、ポリオ。 ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、MR、マシン風疹混合、水筒、水防瘡、日本農園などの定期予防接種を無料で受けられます。接種時期に案内と予診票を送付します。なお、里帰り出産などのため、23区外の医療機関で定期予防接種を希望する方は、事前にお問い合わせください。 任意予防接種。区内契約医療機関のみ。ロタウイルス予防接種費用の一部助成区内在住の生後6週から24週0日のお子さんが、ロタウイルスワクチンを接種する際に、1回7000円、1人最大2回までを助成します。生後2ヶ月のお子さんに案内を送付します。5カワクチンは、 生後32週0日まで女性対象です。流行性自家1炎、おたふくかぜ、予防接種費用の一部女性。区内在住の1歳から3歳のお子さんが、流行性自家1炎ワクチンを接種する際に3000円を助成します。1回のみです。1歳のお子さんに案内を送付します。MR、マシン風疹混合、予防接種費用の女性。 区内在住の2歳から4歳のお子さんで定期予防接種を受けていない方は無料で MR ワクチンの予防接種が受けられます。MR1 期は1歳のお子さんに個別に通知します。小中高生以上、定期予防接種、区内在住のお子さんは DT、ジフテリや破傷風や日本農園などの定期予防接種を無料で受けられます。 案内と予診票は接種時期に送付します。なお、区外の医療機関を希望する場合は事前にお問い合わせください。日本農園接種対象者のうち、平成10年4月2日から19年4月1日生まれの方は特例対象者で、未接種の方は20歳の誕生日の前の日までは無料で接種できます。30年度は 平成12年4月2日から13年4月1日生まれの方と平成17年4月2日から18年4月1日生まれの方に2期の案内を送付しました。ヒトパピローマウイルス、子宮頸がん、定期予防接種について現在、積極的な干渉を差し控えています。接種を希望する方は保健予防課までご連絡ください。 対象は区内在住で小学6年生の4月1日から満16歳の3月31日までの女子。任意予防接種。区内契約医療機関のみ。区内在住の18歳以下で MR ワクチンの定期接種を受けられなかった方は、無料で MR ワクチンの予防接種が受けられます。女性は1回のみです。お問い合わせは、 保険予防課保険計画担当、電話5742-9152番、ファックス五5 7 4 2 9 1 5 8番です。女性などが受けられますでした。次は、預かりますをお届けします。おばちゃんちでお子さんを預かります。おばちゃんちってなに NPO 法人ふれあいの家おばちゃんちが世代を超えて誰もが集える場所とボランティアを結び合わせ地域の子育てを支援する活動を行っていますおばちゃんちでは短時間の乳幼児の預かりのほか親子や子供たちだけでも楽しめるイベント、講座なども開催しています子育て交流ルーム保護者がリフレッシュなどのため また、短時間の就労で定期的に一時保育が必要な時に、0歳から就学前のお子さんを預かります。月曜日から土曜日の午前9時から午後5時の必要な時間に利用できます。お問い合わせは、北品川2-19-6、品川宿おばちゃんち、電話ファックス同じ番号で、5463-6458番、西中信2-18-1、 昭和通りおばちゃんち。電話ファックス、同じ番号で5749-3212番です。品川区の乳幼児施設、認可保育園、0歳から5歳まで保育園、認定子ども園保育園、0歳から5歳まで保育園、一部3歳から5歳まで短時間保育、なお3歳児は私立石井子ども園のみです。 養保一体施設、年齢区分型。0歳から3歳まで保育園、4歳、5歳は区立幼稚園。養保一体施設、並列型。0歳から5歳まで保育園、一部、4歳、5歳は幼稚園。就学前乳幼児教育施設。0歳から2歳まで保育園、3歳から5歳まで幼児教育部門。 家庭的保育事業、小規模保育事業、0歳から2歳まで家庭的保育事業、小規模保育事業。幼稚園、3歳から5歳まで私立幼稚園、4歳5歳は区立幼稚園。認証保育所、0歳から2歳まで認証保育所、一部0歳から5歳まで。なお保育園は保育を必要とする要件の審査がある施設。 短時間、区立幼稚園、幼児教育部門、私立幼稚園、認証保育所は、どなたでも利用できる施設、定員があります。認可保育園と認証保育所は、3歳、4歳、5歳児の受け入れ枠のない園があります。お問い合わせ、入園に関することについては、保育課、入園相談係、電話5742-6725番、 ファックス五5 7 4 2 6 3 5 0番。預かり保育に関すること、そして、養保一体施設に関することについては、保育課、施設、運営係、電話5742-6724番、ファックス五5 7 4 2 6 3 5 0番へどうぞ。入幼児、0歳から就学前対象、認定子ども園、区立一本橋、 五た田だ、野台、北品川第二保育園、私立石井こども園、旧石井保育園、私立学研こども園、私立ポピンズナーサリースクール、西五た田保育園機能と合わせて、三歳から五歳児クラスに、保護者の就労の有無を問わない短時間利用時の受け入れ枠があります。保育と教育を一体的に行い、 合わせて地域における子育て支援を行う施設です。認定子ども園短時間利用の預かり保育。認定子ども園短時間利用者のうち、保護者が就労している在園児を対象に預かり保育を実施しています。就学前乳幼児教育施設、プリスクール西五丹田。保育園と幼稚園相互の特色を生かした保育と教育を 継続的、一体的に行うことで、乳幼児の健全な育成を図る施設です。幼稚園。区立幼稚園は2年保育。私立幼稚園は3年保育を中心に園児を受け入れています。お問い合わせ。区立幼稚園については、保育課入園相談係。電話5742-6725番。ファックス 5742-6350番。その他、各私立幼稚園へどうぞ。幼稚園の預かり保育。区立幼稚園の在園児を対象に、全園で預かり保育を実施しています。また、ほとんどの私立幼稚園でも実施しています。お問い合わせは、保育課施設運営係。電話5742-6724番。 ファックス五5 7 4 2 6 3 5 0番。その他、各私立幼稚園へどうぞ。養保一体施設。保育園と幼稚園を同じ建物内か、隣接する敷地内において一体的に運用することで、保育と教育を総合的に提供する施設です。年齢区分型。0歳から3歳児が保育園。 4歳、5歳児が幼稚園で、保育園児は希望すれば4歳児に進級する際に、併設幼稚園に入園することができます。愛称、双葉すこやか園、双葉つぼみ保育園。短時間保育室から併設の幼稚園への優先入園はできません。双葉幼稚園。愛称、五天山すこやか園、五丹田第二保育園。 五天山幼稚園。並列型。0歳から5歳児の保育園と、4歳、5歳児の幼稚園を一体的に運用します。並列する幼稚園への優先入園は行いません。愛称、第一日のすこやか園、西五丹田第二保育園、第一日の幼稚園。愛称、のびっこ園、台場、台場保育園、台場幼稚園。 愛称、平塚健やか園、江原西第二保育園、平塚幼稚園。病児保育、小山3-1-2、病児保育、チャイルドサンタ、電話5725-8573番。生後6ヶ月から就学前のお子さんが病気の時に、医療機関併設の保育室で一時的に預かり、 保護者の就労を支援します。月曜日から金曜日の午前8時半から午後6時で、保育園、幼稚園などの在園児が対象です。費用は1日2000円。利用する施設に事前登録が必要です。また、病状により利用できない場合があります。お問い合わせは、保育課、施設、運営係、 電話5742-6724番、FAX5742-6350 番です。病後児保育、区立西五丹田、西大井、清水大保育園、私立どんぐり保育園。お子さんが病気の回復期になったものの、集団保育がまだ困難で、保護者が就労で保育ができない場合に預かります。月曜日から土曜日の、 午前7時半から午後6時半で、保育園、幼稚園などの在園児が対象です。費用は1日2000円。認可保育園の園児は無料です。乳幼児、小学生。対象は0歳から12歳。ショートステイ。品川区子育て支援センター。保護者の疾病、出産などによる入院。出張、冠婚葬祭・育児疲れなどで、 一時的にお子さんを養育することができない場合、宿泊で預かります。時間は午前8時から翌日の午後8時まで。対象は1歳6ヶ月から12歳のお子さん5人。費用は1泊2日で6000円。以降1日3000円。アレルギー食の対応はしていません。利用日の3日前までに手続きが必要です。トワイライトステイ。 品川区子育て支援センター。保護者が仕事などにより、帰宅時間が遅くなるときに短時間預かります。時間は午後5時から10時。対象は1歳6ヶ月から12歳のお子さん20人。費用は夕食代込みで1日1200円。アレルギー食の対応はしていません。利用日の3日前までに手続きが必要です。ファミリーサポート。 子供の世話をお願いしたいときに地域の方がお手伝いをします。子供を預けたい人、依頼会員と援助できる人、提供会員の会員組織でアドバイザーが活動を調整します。区内を2地区に分けて2カ所のファミリーサポートセンターで活動しています。事前に登録が必要です。提供会員として活動いただける方もご連絡ください。 エバラ、大崎地区は、平塚ファミリーサポートセンター。所在地は、平塚2-12-2。家庭安心センター内。電話、5749-1033番。ファックスは、5749-1036番。品川、大井、八代地区は、大井ファミリーサポートセンター。所在地は、大井1-14-1。社会福祉協議会内。電話、 5718-7185番、FAX5718-0015 番です。小学生対象、スマイルスクール、区立小学校、義務教育学校、前期課程。1年生から6年生の希望する児童が学校施設の中で放課後などを有意義に過ごせる場所です。利用日は祝日、年末年始を除く月曜日から土曜日。 利用時間は、学校のある日が放課後から午後7時。学校が休みの日は、午前8時15分から午後7時。なお、午後5時以降は、時間延長のため、保護者の就労などの理由が必要で、事前申請となります。また、午後6時以降は、小学1年生から3年生が利用できます。利用料、午後5時まで月250円。 午後6時までは月3250円。午後7時までは月4250円。保険料は年650円です。その他、勉強会の参加費、各種教室の教材費は別にかかります。午後5時を超えて時間延長する児童に間食を提供します。午後6時を超えて帰宅する場合は、保護者などの迎えが必要です。 お問い合わせは子供育成課育成支援係、電話5742-6596番、ファックス5742-6351番です。働きながら子育てしている方へ、認可保育園、区立私立保育園、保護者が就労しているなどの理由で保育を必要とするお子さんを預かります。申し込み締め切り日などについてはお問い合わせください。 延長保育、夜間保育。保育園の基本開園時間は、月曜日から土曜日の午前7時半から午後6時半ですが、保護者が勤務などで在園児の迎えが間に合わない場合に、延長保育、夜間保育を行っています。早期延長保育は、午前6時半から7時半1円、午前7時から7時半10円あります。 延長保育は午後6時半から7時半で全111円。夜間保育は午後7時半から8時が9円。午後7時半から8時半が49円。午後7時半から9時が2円。午後7時半から9時半が1円。午後7時半から10時が6円あります。お問い合わせは保育課、入園相談係、電話、 5742-6725番、FAX5742-6350 番へどうぞ。認証保育所、認可外保育施設のうち、都で定めた施設基準などを満たし、都が認証した主に3歳児未満のお子さんを保育する施設です。一定の条件を満たした方に保育料の一部を助成しています。 また、その他の認可外保育施設についても、保育料の一部を助成する制度があります。入園申し込みは、各園にお問い合わせください。お問い合わせは、保育支援課開設計画担当、電話5742-6039番、ファックス五5 7 4 2 9 1 7 8番です。短時間就労対応型保育室。 南大井、伊藤、江原、北品川、第二、双葉、つぼみ保育園。パート就労者や自営業などの家庭で短時間の保育を継続的に必要とする乳幼児を預かります。月曜日から土曜日の午前9時から午後5時、対象は次のすべてに当てはまる方です。1、パート、自営業などで短時間の保育が継続的に必要。 2. 保護者の就労と送迎の時間を含めて、保育を必要とする時間が8時間以内です。定員は各園、1歳から3歳児10人程度。お問い合わせは保育課入園相談係、電話5742-6725番、ファックス5742-6350番へどうぞ。休日保育、大井中信保育園。 私立空の色保育園休日に保護者が就労のため保育を必要とする場合に、満4ヶ月から就学前の健康なお子さんを預かります。日曜日祝日の午前7時半から午後6時半に利用でき、利用日の1ヶ月前から3日前の午後5時まで、区立保育園か保育課窓口で受け付けます。詳しくは保育課にお問い合わせください。 私立保育園は受付方法や利用要件が異なります。詳しくは保育支援課か実支援にお問い合わせください。費用は1日2000円。なお、保育認定を受けている方は一部を除き利用料が発生しません。お問い合わせ。区立については保育課施設運営係。電話5742-6724番。 ファックス5742-6350番。私立保育園については、保育支援課、私立支援係、電話5742-6723番、ファックス5742-9178番へどうぞ。年末保育、区立保育園。年末に保護者が就労のため、保育を必要とする場合に、 満4ヶ月から就学前のお子さんを預かります。午前7時半から午後6時半の間に利用できます。詳しくは11月頃に広報などでお知らせします。費用は1日2000円。お問い合わせは保育課施設運営係。電話5742-6724番。FAX5742-6350 番です。 家庭的保育事業、小規模保育事業。保護者が就労しているなどで、保育を必要とする3歳児未満のお子さんを、少人数、小規模の家庭的な環境で預かります。利用方法などはお問い合わせください。家庭的保育事業は定員5人以下。小規模保育事業は定員6人から19人です。お問い合わせは保育課、入園相談係、 電話5742-6725番、ファックス五5 7 4 2 6 3 5 0番です。育児休業後の入園予約制度、区立保育園、区内在住でお子さんが1歳になる誕生日の前の日かそれ以降まで、法律に基づく育児休業を取得し、職場復帰をする保護者が、 復帰月からの入園をあらかじめ申し込みできる制度です。申し込み期限は出生月の翌月末日です。お問い合わせは保育課入園相談係、電話5742-6725番、ファックス5742-6350番です。在宅で子育てしている方へ、一時保育、区立保育園一部を除く、 保護者が通院、入院や出産などで保育を必要とする場合に保育園で一時的に満4ヶ月から就学前のお子さんを預かります。利用可能な期間、時間についてはお問い合わせください。一部の私立保育園でも実施しています。費用は1日2000円、区立保育園。お問い合わせは保育課入園相談係。 電話5742-6725番ファックス5742-6350番です。オアシスルーム生活支援型一時保育1、伊藤児童センター内西大井6-13-1電話3771-7225番2、古関児童センター内北品川5-8-15 電話3449-8227番3、東五丹田自動センター内東五丹田5-24-1電話3443-6101番4、西中信自動センター内西中の3-8-5電話3783-2891番5、北品川自動センター内北品川2-7-21 電話3471-2363番。6、プリスクール西五丹田保育園内。西五丹田39-9、電話5759-8061番。7、エバラ保健センター内。エバラ2-9-6、電話3783-2101番。8、北品川第二保育園内。北品川37-43、 電話5460-6065番9、ものづくり創造センター内、大井4-29-22、電話3776-7111番10、区役所第三庁舎内、広町2-1-36、電話5742-3086番在宅で子育てをする保護者が 買い物や通院などの要件を済ませる間、一時的にお子さんを預かります。事前登録が必要です。詳しくは利用希望施設にお問い合わせください。対象は生後4ヶ月から就学前のお子さん、定員があります。時間は1から5、そして9が午前9時から午後6時、6と7と8と10が午前8時半から午後5時半、 いずれも費用は1時間500円です。お弁当、ミルクは持参してください。お問い合わせは、保育支援課解説計画担当。電話5742-6039番。ファックスは5742-9178番です。預かりますでした。続いて、 子育ての輪に参加しませんか悠々プラザで子育ての交流が育まれています。お問い合わせは子供育成課電話5742-6692番。FAX5742-6351 番です。平塚橋悠々プラザ。西中信部1-2-8での催しです。2、3歳辞職親子クッキング。 親子で調理体験をする中で、子供が苦手な食材の克服を目指す講座です。第1、第3、第4火曜日、全3回、年3クール開催しています。対象は2、3歳児の幼児と保護者です。1歳からの取り分け食、離乳食完了期の食事を取り分ける工夫や、栄養バランスについて学ぶ講座です。 年3回土曜日に開催しています。対象は1歳児の幼児と保護者です。子供若者応援フリースペース、不登校、引きこもりに悩む子供や若者の居場所、保護者などの相談の場です。月曜日の午前10時から午後7時です。ママのリフレッシュタイム、アロマテラピーやヨガロマ、ハーブの楽しみ方、食育勉強会などの講座です。 木曜、金曜、全4回、年4クール。そして土曜日、年3回など開催しています。対象は、小学生以下のお子さんがいる母親です。2回食からの離乳食レッスン。月齢にあった調理形態を学び、簡単な離乳食を作り、離乳食の悩みを相談できます。第1、第3、第4火曜日。 全3回、年8クール開催しています。対象は、離乳食2回食以降、初回時に、7ヶ月か8ヶ月の乳幼児と保護者です。子育て交流サロン、平塚橋スキップ広場も行っています。次は、大崎悠々プラザ、大崎2-7-13での催しです。アレルギーなどのおしゃべり会、講演会、 アレルギー疾患の子供を持つ親同士や、興味のある方との情報交換や、子供同士の交流、専門家の講演会です。第3火曜日に開催しています。自分でできるプレママのボディーケア。助産師によるグループワーク、講話、簡単なボディーケアの実習をしたり、相談に応じたりします。第1から第4木曜日、土曜日などに開催しています。 対象は安定期以降の妊婦の方です。自分でできる産後ママのボディケア、骨盤ケア、腱小炎予防など、産後の体に優しい運動を助産師が指導します。第1から第4木曜日、全3回、年8クール開催しています。対象は、生後1ヶ月から3ヶ月の乳児と母親です。その他、子育て交流サロン、大崎、 ニコニコルームも開催しています。乳児、0歳から2歳対象、プチマリン、三つ又っ子クラブ、タンポポクラス。場所は品川保健センター、大井保健センター、江原保健センター。生後2ヶ月から4ヶ月の赤ちゃんとお母さんの集いです。生まれ月ごとに集まるので、話も弾んで子育て仲間が見つかります。 マリンツインズ、三つ股双子っ子、ツインキッズ。場所は、品川保健センター、大井保健センター、江原保健センター。双子の赤ちゃんとお母さんの集まりです。参加者同士の交流、情報交換などを行います。双子を妊娠している方も参加できます。親育ちワークショップ。乳幼児、0歳から就学前対象。 親子の広場。場所は児童センターです。子育て広場。場所はプリスクール西五反田地域子育て支援センター。親子で自由に遊んだり、他の親子と交流できる部屋を用意しています。また、親子で参加する授業や子育ての講座も行っていますので、気軽にご利用ください。子育て交流サロン。1、エバラスキップ広場。2、 平塚橋スキップ広場3大崎ニコニコルーム入幼児親子の交流と子育て相談の場として子育て交流サロンを開設しています1と3が月曜日2が木曜日月3回程度行います時間は午前10時半から午後2時半です会場です1が江原5の6の5 えばら区民センター内。2は、西中の1-2-8、平塚橋悠々プラザ内。3は、大崎2-7-13、大崎悠々プラザ内です。なお、開催日などは、品川パパママ応援アプリサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは、子ども育成課書務係、電話5742-6692番、 ファックス5742-6351番です。親子サロン。東中野部を除く児童センターにあるおもちゃや絵本が用意された乳幼児専用の部屋です。飲食もできるのでゆったりと自由に過ごせます。お問い合わせは子供育成課育成支援係。電話5742-6596番。ファックス5742-6351番です。 ホップンルーム、地域交流室、エバラ保健センター内、北品川第二保育園内で行っています。在宅で子育て中の方が親子で自由に遊べる部屋です。就学前の乳幼児と保護者の方が対象です。保育士などが見守っているので、安全、安心、衛生的です。室内で飲食もできます。 子育てに関する相談も気軽にできるほか季節の行事などにも参加できます月曜日から金曜日の午前10時から午後4時お問い合わせは保育支援課開設計画担当電話5 7 4 2 6 0 3 9番ファックス5 7 4 2 9 1 7 8番ですフラット広場品川区子育て支援センターで行っています 親子で自由に遊べる部屋を開放しています。お子さんと向き合い、じっくり遊べるように、乳幼児向けのおもちゃと絵本を用意しています。全員、0歳から18歳対象、児童センター、サンデー子育てサポート、冒険遊び場、プレイパーク、自分の責任で自由に遊ぶをモットーに、子供のやってみたいを応援します。 ドロンク遊びや日起こし体験など、親子で思う存分遊べる場です。品川子ども冒険広場、葛島3-2、品川区民公園内、時間は午前10時半から午後5時半、木曜、金曜、祝日を除きます。北浜子ども冒険広場、北品川2-28、北浜公園内、時間は午後2時から6時、 1> 第1、第3水曜日は午前11時からです。なお、登記期間は時間を変更する場合があります。また、日曜日、祝日は休園です。お問い合わせ、子供育成課育成支援係、電話5742-6596番、FAX5742-6351 番です。子育ての輪に参加しませんかでした。 代わって青少年の活動を応援しますティーンズプラザ児童センターのうち9館は中高生の活動を支援するティーンズプラザとして通常午後6時までの開館を週2回午後7時まで延長しています青少年地域貢献活動支援事業青少年自身がさまざまなボランティア活動を品川役立ち隊として 企画、実践します。お問い合わせは、子供育成課書務係、電話57、5742の6692番、FAX 57、5742の6351番です。赤ちゃんとの触れ合い事業、ジュニアリーダー教室、学校や地域で活躍できるリーダーを育成します。小学4年生から高校3年生の子供たちが、年間の集団活動を通して、 野外活動技術や友達との関わりについて学びます。毎年2月中旬頃募集します。お問い合わせは子供育成課庶務係電話5742-6692番 f a ックス5742-6351番です。体験型育成事業ワクワクドキドキコース表現コース 表現する楽しさや難しさを体験し、コミュニケーションの大切さを学びます。体験コース。科学実験や芸術活動、自然体験などの体験の中で、なぜを大切にし、探求心や好奇心の旺盛な青少年の育成を図ります。お問い合わせは子供育成課育成支援係、 電話五七四二の六五九六番、ァックス五七四二の六三五一番です。青少年の活動を応援しますでした。夜間、休日などに病気になったらお届けします。 診療所に行く前に必ず電話連絡してください。健康保険証、医療証も忘れずにお持ちください。お問い合わせは健康課、電話5742-6744番、FAX5742-6883 番です。平日夜間の診療、小児科。対象は中学生以下の方。午後8時から11時まで。 受付は午後10時半で終了です。外傷は対応できません。旗の台1-5-8、昭和大学病院中央棟4階、品川区子ども夜間救急室、電話3784-8181番です。土曜日の診療、小児科内科、第1、第3、第5土曜日、午後5時から10時、受付は午後9時半で終了。 北品川 3−7−25 品川区医師会休日診療所電話3 4 5 0の7 6 5 0番小児科対象は中学生以下の方第2第4土曜日の午後5時から10時受付は午後9時半で終了旗の台1の5の8昭和大学病院中央棟4階品川区こども夜間救急室 電話番です休日年末年始の診療小児科内科午前9時から午後10時受付は午後9時半で終了北品川3725品川区医師会休日診療所電話34507650番中延265江原医師会休日診療所 電話3783-2355番小児科、内科、歯科、接骨時間は午前9時から午後5時受付は午後4時半で終了実施期間は毎週変わります広報や区のホームページでご確認くださいなお、重病秒の方は119番をご利用ください受付時間にご注意ください 眼科の救急診療日曜月曜水曜土曜祝日東邦大学医療センター大森病院大田区大森西6-11-1電話3762-4151番日曜火曜金曜土曜祝日昭和大学病院附属東病院西中延2-14-19電話 37 84番祝日を含む木曜日、荏原病院、大田区、東雪谷4510、電話57、5734の8000番。診療時間、日曜祝日は午前9時から翌日午前8時。月曜から金曜は午後5時から翌日午前8時。 土曜日は正午から翌日午前8時です。なお、緊急手術や重症患者対応時は診療をお待ちいただくか、他の病院を紹介する場合があります。医療機関の24時間案内、東京都保健医療情報センターひまわり、電話5272-0303番、FAX5285-8080 番、 救急車を呼ぶのを迷ったら、救急相談センターをご利用ください。シャープ7 1 1 9番。IP 電話などは3212-2323番です。お子さんの急な病気に困ったら、小に救急電話相談をご利用ください。シャープ8 0 0 0番。IP 電話などは5285-8898番。 平日は午後6時から11時、土曜日曜祝日は午前9時から午後11時です。夜間休日などに病気になったらでした。次は施設案内です。まず、養保一体施設の相性をお伝えします。双葉つぼみ保育園。 双葉幼稚園の愛称は、双葉すこやか園。五丹田第二保育園、御殿山幼稚園の愛称は、御殿山すこやか園。西五丹田第二保育園、第一日野幼稚園の愛称は、第一日野すこやか園。大場保育園、大場幼稚園の愛称は、のびっこ園大場。江原西第二保育園、平塚幼稚園の愛称は、 平塚健やか園。以上です。それでは、施設名、所在地、電話番号の順にお伝えします。保育園。1、認定こども園、一本橋保育園、大井2-25-1、電話3775-4351番。2、伊藤保育園、西大井6-13-1、電話3771-2211番。 3. エバラ保育園。エバラ2-16-18。電話3781-5331番。4. エバラ西保育園。エバラ4-16-11。電話3783-6361番。5. 養保一体施設。並列型。エバラ西第二保育園。エバラ4-5-22。 電話3781-8917番。6、大井保育園、東大井6-14-16、電話3761-8798番。7、大井倉田保育園、大井4-11-8、電話3776-8539番。8、大崎保育園、大崎5-2-1、 電話3492の6265番。9、北品川保育園、北品川2の7の21、電話3471の4907番。10、認定子ども園、北品川第二保育園、北品川3の7の43、電話5781の3881番。11、源氏前保育園、中延4の14の19、 電話3783-8744番12認定子ども園五反田保育園東五反田2-15-6電話3445-4534 34番13養護一体施設年齢区分型五反田第二保育園北品川ながわ5-3-1電話5795-1522番14 小山台保育園、小山台1-3-8、電話3710-4415番。15、品川保育園、東大井5-8-12、電話3471-0506番。16、清水台保育園、江原7-8-3、電話3784-0519番。17、水神保育園、 南大井6-2-15電話3761-0321番18滝王寺保育園大井5-18-1電話3775-4861番19養保一体施設並列型台場保育園東品川1-8-30電話3472-8823番20 中野部保育園、西中野部1-6-16、電話3784-3405番、分園は中野部1-11-15です。21、中原保育園、小山1-4-1、電話3492-5188番。22、西大井保育園、西大井1-1-1、 電話3774-5315番23、西五丹田保育園、西五丹田3-9-10、電話3493-0075番24、養保一体施設、並列型、西五丹田第二保育園、西五丹田6-5-6、電話3493-7288番25、西品川保育園、 西品川3-16-35のの、電話3493-1333番、分園は西品川3-16-28ののです。26、西中信保育園、西中の3-8-5のの、電話3783-1856番。27、認定子ども園、旗の台保育園、旗の台5-19-5のの、 電話3784-1903番28東大井保育園東大井1-22-16電話3471-1190番29東五丹田保育園東五丹田5-24-1電話3447-0663番30東品川保育園 東品川1の34の9、電話3472の5805番、31、東中延保育園、東中延2の5の10、電話3785の0418番、32、平塚保育園、平塚2の2の3、電話3785の6770番、33、富士見台保育園、 西大井、6-1-15、電話3785-7833番。34、双葉保育園、双葉1-4-25、電話3782-6786番。35、養保一体施設、年齢区分型、双葉つぼみ保育園、双葉1-3-40、電話3785-3423番。 36、三木保育園、西品川1-9-18、電話3491-8593番。37、南大井保育園、南大井3-7-4、電話3761-6543番。38、南豊保育園、豊町4-17-21、電話3781-3601番。十九 ヤシオ北保育園、ヤシオ5-1-3、電話3799-0531番。四十ヤシオ西保育園、ヤシオ5-4-16、電話3799-0777番。十一ヤシオ南保育園、ヤシオ5-8-41、電話3799-2424番。四十二八山保育園、 東品川1-2-15、電話3472-4661番。43、豊か保育園。豊か町1-18-15、電話3786-0738番。44、東八津山保育園。北品川1-16-4、電話6712-9250番。45、広町保育園。 広町2-1-18電話5709-7088番46プリスクール西五丹田保育園西五丹田3-9-9電話5759-8081番47愛保育園東品川1-36-11電話6712-1418番十八 愛の森保育園。大井1-16-2、電話3772-7571番。49、青物横丁、絵本保育園。東品川4-8-8、電話6433-3012番。50、アスク、南大井保育園。南大井6-22-7、電話5767-9700番。 51、アンジェリカ・浜川保育園、東大井、3-18-2、電話6404-8447番。52、アンジェリカ・東品川保育園、東品川4-8-8、電話6433-3065番。53、認定子ども園、石井子ども園、小山2-6-15、 電話3781-3666番54、ウィズブック保育園エバラエバラ6-12-15、電話6451-3480番55、ウィズブック保育園武蔵小山。小山小山4-4-7、電話6426-8763番56、ウィズブック保育園武蔵小山パルズ 小山4-14-10電話6451-3846番57笑顔の森保育園勝島勝島1-6-32電話5493-3100番58大井町のぞみ保育園双葉1-12-18電話5751-2031番59 大崎ひまわり保育園、大崎3-1-9、電話3495-7600番。60、大空と大地のナーサリー、大森駅前園、南大井6-16-16、電話6450-0121番。61、大空と大地のナーサリー、東五反田園、東五反田、 4の7の20、電話6459の3802番。62、認定子ども園、学研子ども園、西五丹田2の11の8、電話6431の1300番。63、北品川桜咲保育園、北品川1の28の10、電話6433の3578番。64、 キッズガーデン北品川、北品川6-7-22、電話6721-6006番。65、キッズガーデン品川上大崎、上大崎4-5-37、電話6431-9273番。66、キッズガーデン品川専属、小山7-11-6、電話6426-4084番。 67、キッズガーデン品川西五丹田、西五丹田8の10二21、電話6417の0327番。68、キッズガーデン品川豊町、豊町5の13の15、電話6426の6371番。69、キッズガーデン西品川、西品川2の22の2、 電話6417-3733番70キッズガーデン南大井南大井6-26-2電話6423-0641番71キッズタウン西大井西大井2-5-21電話5718-1332番72栗の木保育園南品川4-1-11 電話6433-1358番73グローバルキッズエ原町保育園中延5-2-1電話3788-0404番74グローバルキッズ大崎園北品川5-9-15電話5423-5655番75グローバルキッズ戸越園 戸越し5-14-23電話3786-0808番76グローバルキッズ中延部園中延部4-5-7電話3788-1525番77グローバルキッズ西大井園西大井6-6-2電話5742-8525番78 ここファンナーサリー大崎大崎3の6の32電話5436の8231番79心品川大井町南品川6の3の4電話6712の0791番80心品川中延双葉4の2の13電話6421の5751番 81、心品川不動前。西五丹田5の6の38。電話6421の7961番。82、心品川武蔵小山。小山5の9の16。電話6426の2825番。83、この絵中延保育園。中延6の1の19。 電話6451-3790番84、空の色保育園、西品川1-28-14、電話6431-8135番85、太陽の子南品川保育園、南品川5-3-10、電話5715-7707番86、宝保育園、 西五丹田4-11-18電話3492-3872番87歌唱チャイルドマインダー平塚エバラ幼稚園9月開設予定平塚2-14電話は未定です 88tk チルドレンズファーム上大崎港上大崎3-14-35 電話5422-9798番89、東海道保育園、南品川1-2-1、電話5479-2201番90、戸越の森保育園、平塚2-18-19、電話5788-5757番91、どんぐり保育園、 南品川2-9-13、電話3471-1673番。第1分園は南品川2-9-25。第2分園は南品川2-15-6です。92、虹色保育園大崎。大崎5-4-3、電話6417-0486番。93、虹色保育園勝島。 勝島三の3-2-2電話6450-0447番94虹色保育園南大井南大井1-16-6電話6404-8875番95西大井絵本保育園西大井6-7-1電話6809-9421番96 日本音楽学校保育園、豊町2-16-12、電話5702-0034番。97、花房山目黒駅前保育園333、上大崎3-1-1、電話6721-7331番。98、東大井桜作保育園、東大井2-11-4、 電話6423-1900番99東戸越保育園戸越4-1-10電話3781-5363番100ベネッセ大崎広小路保育園大崎4-1-2電話5719-3893番101ホッペルランド東五反田保育園 東の二の1-25電話6447-7545番102ポピンズナーサリースクール勝島保育園勝島1-6-5電話5763-5748番103認定こども園ポピンズナーサリースクール西五反田保育園西五反田8-10-8 電話5436-2181番104学びの森保育園大崎広小路西五丹田1-21-8電話5434-1044番105学びの森保育園西大井西大井1-4-1電話3778-2223番106 水奈良保育園。東品川3-21-10のの。電話5781-3707番。107. 緑の家保育園。大井 7-4-18. のの電話3776-4073番。108. 緑の丘保育園。西大井 4-19-11. のの電話6303-7091番。 109、未来区旗野台園。旗野台3-2-9、電話6451-3461番。110、武蔵小山桜咲保育園。江原3-1-18、電話6451-3917番。11、歌唱モニカ江原中信園。東中信1-6-2、 電話6421-6740番。112、ヤシオ中央保育園。ヤシオ5-10-60-101。電話3799-1152番。なお、ナンバー1から43は区立。ナンバー44から46は公設民営。ナンバー47から112は私立です。 次は、認証保育所です。1、アートチャイルドケアメグロ、上大崎2の10三33、電話6408の0415番。2、アスク不動前保育園、西五丹田4の1の10、電話5759の8015番。3、ウィズブック保育園天王図、東品川2の5の5、5 電話6671-9396番。4、海の国保育園、戸越、戸越1-19-18、電話6426-2692番。5、小熊保育園、旗の台2-7-17、電話3783-0880番。6、ココファンナーサリー、旗の台、 旗の台三3の7の2、電話5749の5101番。7、コッコル。西五丹田二2の10の8、電話5740の6971番。8、桜大崎保育園。大崎2の9の4、電話5745の5500番。9、サメズ輝き保育園。 東大井1の9の27、電話3450の8400番。10、33森の保育園、戸越公園、豊町32の13、電話6433の1919番。11、品川学童園、戸越1の21の14、電話3781の4871番。12、 小学館アカデミー、アトレ大井町保育園、大井1-1-1、電話5718-3301番。13、小学館アカデミー、大崎駅前保育園、大崎1-2-3、電話5719-5595番。14、小学館アカデミー、武蔵小山保育園、小山3-27-5、 電話5749-3755番15太陽の子東五丹田保育園東五丹田1-6-3電話6721-9863番16タンポポ保育所東大井園東大井2-12-19電話3765-2511番 17TK チルドレンズファーム 東大井港、東大井3-18-13、電話5969-8992番。18、パレット保育園不動前、西五丹田5-12-1、電話5719-1149番。19、東大井輝保育園、東大井2-13-13、電話3298-0303番。 20、ひよこの家保育園、大崎4-6-3、電話5437-5536番。21、万部学園、ジュニア、戸越園。戸越5-4-3、電話6451-3655番。22、ポピンズナーサリースクール東五丹田、東五丹田2-10-1、 電話5475-2110番23ポピンズナーサリースクール東品川東品川4-12-12電話5796-2103番24メダカ保育園東大井3-22-2電話3761-3477番認証保育所25 ユニバースナーサリー大森、南大井6-28の10、電話6423の0756番。26、ユラリン東品川保育園、東品川3の7の10、電話6433の2822番。27、ルーチェ保育園、南品川、南品川2の4の7、電話5460の 5420番です。次は、幼稚園です。1、伊藤幼稚園、西大井5-22-8、電話3775-8028番。2、養保一体施設、年齢区分型、御殿山幼稚園、北品川5-3-1、電話5795-1523番。3、城南幼稚園、南品川2-8-21、 電話3471-7584番4、養保一体施設、並列型、第一日野幼稚園、西五丹田6-5-6電話3493-7264番5、養保一体施設、並列型、台場幼稚園、東品川1-8-30電話3472-8378番6、浜川幼稚園 南大井4の3の14、電話3761の6395番。7、養保一体施設、並列型、平塚幼稚園、江原4の5の22、電話3781の8913番。8、養保一体施設、年齢区分型、双葉幼稚園、双葉1の3の40、電話3785の9560番。 9、ヤシオ若葉幼稚園、ヤシオ5の6の32、電話3799の1542番。10、アケボの幼稚園、大井5の10の12。電話3776の5093番。11、アライアンス幼稚園、小山4の4の13、電話3786の0379番。12、エトワール幼稚園、 南品川5-12-4電話3474-7321番13、江原学園朝日幼稚園中信5-6-18電話3781-4915番14、大井うさぎ幼稚園大井7-1-5電話3776-6549番15、大崎幼稚園大崎3-11-1 電話3491-5731番16、小野学園幼稚園、西大井1の6の13、電話3774-1151番17、亀田幼稚園、中信6の1の3、電話3783の7211番18、品川協会付属幼稚園、北品川4の7の40、電話3443の1725番 19、鈴鹿森、芽生え幼稚園。南大井2、2の4の1、電話3761の8086番。20、泉州幼稚園。西五丹田6、6の11の5、電話3492の2300番。21、先足うさぎ幼稚園。江原7、7の18の15、電話3781の6215番。22、帝京、西木幼稚園。 旗の台六6の5の30、電話3781の8576番。23、三ご越幼稚園、戸越一1二21の15、電話3785の4968番。24、日本音楽学校幼稚園、豊町2の16の12、電話3786の1711番。25、ひまわり幼稚園、 小山六の十の十一電話三七八一の四二二七番。二十六文京大学附属幼稚園、旗の台三の二の十七電話三七八一の二七九八番。二十七八代幼稚園、東品川三の二十四の八電話三四七一の二四五零番です。なお、ナンバー一から九は区立、ナンバー十から二十七は私立です。 次は、家庭的保育事業、小規模保育事業です。家庭的保育事業、内山森代、西品川2、電話3491-7359番、林敏子、南品川2、電話6433-0701番です。小規模保育事業、ウィズブック保育園、大森海岸、南大井2-4-12、電話6759-2740番、 海の国保育園中野部、戸越6-14-4、電話6426-6516番、海の国保育園不動前、西五丹田5-6-30、電話6313-5104番、おうち保育園大井町、東大井6-11-9、電話3764-9223番、おうち保育園五丹田、 東五反田2の16の2、電話6277の1563番、五反田せせらぎ保育園、西五反田2の18の3、電話6420の0251番、子供が丘保育園、大井町園、大井1の48の9、電話6809の9951番、サニーチャイルド戸越、平塚1の13の9の101、 電話64、6426-1222番。サニーチャイルド西大井、双葉2-21-6。電話63、6327-0584番。椎野美保育園、南品川2-15-14。電話64、6433-1604番。チャイルドマインダー、エバラ中信中二2-5-10。電話64、6426-6510番。 チャイルドマインダー、西五丹田、西五丹田3-13-14-101、電話6417-9677番。チャイルドマインダー、武蔵小山、小山2-16-10、電話6451-3893番。ナーサリー、お日様、旗の台5-14-4、電話6421-5978番。ハグハグキッズ、エバラ町、 中野の5-6-9、電話6314-6560番。ハグハグキッズ、西大井、西大井2-4-6、電話6417-1748番。ホイクルームクローバー、西小山園、1、2、小山6-8-13、1階。電話6426-7890番。星のおうち、戸越銀座。 平塚二の2-5-12、電話6451-3520番。町の保育園エバラ、エバラ4-8-11、電話6426-4192番。メルヘンキッズ・戸越、豊町一の町1-4-9、電話6426-7013番です。その他の施設です。品川保健センター、北品川3-11-22、 電話3474-2000番、ファックス三3 4 7 4 2 0 3 4番。大井保健センター、大井2-27-20、電話3772-2666番、ファックス三3 7 7 2 2 5 7零番。エバラ保健センター、エバラ九の六、電話3 7八8 2 0零零番、ファックス三七八八の七九零0番。 家庭安心センター、平塚2-12-2、電話5749-1031番、ファックス5 7 4 9 1 0 3 5番。品川区子育て支援センター、平塚2-12-2、家庭安心センター内、電話5749-1032番、ファックス5 7 4 9 1 0 3 6番。プリスクール西五丹田地域子育て支援センター、 西五丹田3-9-9、電話5759-8061番、FAX5759-8062 番。品川児童学園。改築のため仮移転しています。ヤシオ5-9-11、コミュニティプラザヤシオ内、電話3790-5561番、FAX5755-2806 番。 東京都品川児童相談所、北品川3-7-21、電話3474-5442番です。以上です。施設案内でした。続いて、その他のお知らせです。区の子育て情報はこちらから入手できます。品川パパママ応援サイトアプリ。 妊娠出産、育児に役立つ子育て支援情報や施設マップなど、妊娠期から子育て中の保護者が知りたい区の子育て情報を発信します。パソコンサイトはこちらから、ホームページ、h t t p c i t y s h i n a g a w a k o d o m o m i r a i t o k y o スラッシュです。 生き生き安心子育てガイド。お子さんの年齢に応じて気をつけたい点や行政の手続き、相談窓口などを紹介している小冊子です。母子健康手帳と一緒にお渡しするほか、区のホームページにも PDF ファイルで掲載しています。お問い合わせは子ども育成課、電話5742-6720番。ファックス5742-6351番です。就業相談。 子育て中の再就職や家庭と仕事を両立させる働き方などについてキャリアカウンセラーに相談できます。応募書類の添削や面接指導なども可能です。月曜金曜が午前10時から午後5時、火曜日から木曜日は午後1時から5時予約制です。祝日年末年始を除きます。時間は1回50分です。 会場は、西品川1-28-3、中小企業センター。お申し込みお問い合わせ。電話で商業ものづくり替へ。電話5498-6334番。ファックス5498-6338番です。ご存知ですかマタニティーマーク。マタニティーマークは、妊婦であることを知らせるマークです。妊娠初期は、赤ちゃんの成長とお母さんにとって大切な時期です。 このマークをつけている方を見かけたら、思いやりのある心遣いをお願いします。マタニティーマークは、母子健康手帳交付の際にお渡ししています。お問い合わせは健康課保健衛生係、電話5742-6745番、ファックス5742-6883番です。親元近居支援事業、3世代スマイルポイント、品川区内で親と近居家、 同居することになったファミリー世帯に、転入、転居にかかった費用の一部を、3世代スマイルポイント、上限10万ポイントとして交付します。ポイントは、区内共通商品券などと交換できます。転入、転居の翌月から3ヶ月目の末日まで申し込めます。申し込みの要件など詳しくは、区のホームページや、住宅課で配布する募集案内をご覧ください。 お問い合わせは本庁舎6階、住宅課、住宅運営担当、電話5742-6776番、ファックス5742-6963番です。子育て支援ネットワーク講習、テーマに応じた専門知識を持つ講師との交流を通して、悩みの解消に向け、子育て力向上のための講座を開催します。 お問い合わせは子供育成課育成支援係、電話5742-6596番、FAX5742-6351 番です。初めての絵本、読んで読んで。図書館では子供たちに早くから本と触れ合ってもらうために、4ヶ月時健康審査対象のお子さんと保護者の方へ、検診時に絵本パック引き換え券を配布しています。期限があります。 絵本を通じて楽しい時間をお過ごしください。お問い合わせは品川図書館。電話3471-4667番。ファックス3740-4014番です。どうしてるおもちゃの修理。おもちゃの病院ではボランティアの医師が壊れたおもちゃを無料で修理します。土曜日の午後1時から3時。祝日年末年始。館内点検日はお休みです。 場所、お問い合わせ、大井1-14-1、消費者センター、電話5718-7181番、ファックス5718-7183番です。虐待かなと思ったら、連絡した方の秘密は守られますので、安心してご連絡ください。お問い合わせ、品川区子育て支援センター、電話5749-1032番、 ファックス五5 7 4 9 1 0 3 6番。または、子供育成課児童相談係。電話5742-6959番。ファックス五5 7 4 2 6 3 5 1番。緊急の場合は、東京都品川児童相談所へ。こちらの電話は34、3474-5442番。または、品川見守りホットライン。電話3772-6622番。 児童虐待専用。24時間対応しています。深めよう、親子の絆。考えよう、家族の関係。毎月第1日曜日は、家庭の日です。30年度も、家庭の日、親子、ネイチャープロジェクトを開催します。詳しくは広報などでお知らせします。1日保育士体験。公設民営を除く区立の保育園。 養護一体施設に通う園児の保護者が自分の子供のクラスで保育士の体験ができます。朝の受け入れからクラス活動、給食、昼寝、おやつ、自由遊び、夕方の引き渡しまで子供と一緒に一日を過ごし生活、遊び、学びを体験。我が子以外の大勢の子供と触れ合うことで育児に対する視野が広がり、 家庭でのしつけを見つめ直すことにもつながります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは保育課、施設運営係、電話5742-6724番、ファックス5742-6350番です。食育、離乳食教室、品川、大井、江原保健センターほか、4ヶ月から6ヶ月時の保護者を対象に、 離乳食を開始するポイントや進め方についての講座を開催しています。小グループを対象に要望に応じた食事の話をする出張健康学習も行いますのでご相談ください。保育園での食育、区立保育園、園児の保護者や在宅で子育てをしている方などを対象に離乳食、乳幼児食のポイントや給食の紹介を行っています。 実演や試食を交えた講習会を各園で年1、2回開催します。開催日などはお近くの保育園にお問い合わせください。食からの子育て支援、児童センター。家族や友達と一緒に食事を作り、食べる楽しさを伝え、食を中心に子育てを楽しむことをお手伝いしています。また、保健センターと連携して、食生活や育児、 航空衛生、食品衛生に関する保護者向けの講座などを実施しています。子供食堂。子供食堂は子供が一人でも入れる食堂です。地域ボランティアや NPO の方が自宅で一人で食事をとる子どもたちへ、みんなで食べる楽しさや温かさを提供したいと活動しています。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは品川ボランティアセンター内、 品川子ども食堂ネットワーク事務局、電話5718-7172番、FAX5718-0015 番です。安心して入学するための保養所の連携。品川区のすべての子どもたちが、等しく質の高い保育、教育を受け、聞く、待つ、座るなどの基本的な生活態度をしっかりと身につけて小学校へ入学し、 無理なく教育環境に馴染んでいけるよう、区独自のカリキュラムを作成し、取り組んでいます。さらに、おようと小の連携を進めた、就学前の5歳児が連携している小学校に滞在して、小学校の教育過程を体験するスクールステージ業を23年度から行い、現在40円28校で実施しています。スクールステージ業実施校。 保育園、幼稚園は次の通りです。三木小学校、西品川保育園。鮫浜小学校、東大井保育園。山中小学校、一本橋保育園。中野部小学校、中野部保育園。源氏前小学校、源氏前保育園。上新名小学校、富士見台保育園。鈴鹿森小学校、南大井保育園、水神保育園。炎山小学校、 西中野部保育園、第四日野小学校、西五反田保育園、清水大小学校、旗野台保育園、宝水小学校、大崎保育園、京葉小学校、平塚保育園、戸越小学校、豊保育園、後路小学校、中原保育園、小山小学校、江原西保育園、大原小学校、東中野部保育園、南豊保育園、 小山台小学校、小山台保育園。浅間台小学校、品川保育園。城南第二小学校、東品川保育園。品川学園、北品川保育園、北品川第二保育園。江原平塚学園。江原保育園、江原西第二保育園、平塚幼稚園。大場小学校、八山保育園、大場保育園、大場幼稚園。 伊藤小学校、伊藤保育園、伊藤幼稚園、第一日野小学校、西五丹田第二保育園、第一日野幼稚園、城南小学校、城南幼稚園、浜川小学校、大井保育園、浜川幼稚園、法要の森学園、双葉保育園、双葉幼稚園、御殿山小学校、御丹田保育園、御殿山幼稚園です。親子で保養所を利用しませんか 区民保養所が伊藤と日光にあります。区内在住、在勤、在学の方は、区民料金で宿泊でき、入幼児と一緒でさらにお得になります。予約は6ヶ月前から電話などで受け付けます。品川総伊藤市広野1-3-17、電話055735-0321番、ファックス零0 5 5 7 3 5 0 3 4 5番、 ホームページアドレス http コロンスラッシュスラッシュ www.shinagawasou.com スラッシュ降臨僧日光市舗装町676-1電話028854の0988番 FAX028854 の0954番ホームページアドレス http://www.korinsou.com スラッシュです。30年度利用料金、品川層、高輪層、A タイプ、区民料金税込み、区外料金税込み、区民と同伴、区外のみをお伝えします。大人、中学生以上、平日、休日は、 区民が6260円、区民と同伴8560円、区外のみ1260円。休前日は、区民が6800円、区民と同伴9100円、区外のみ1800円。繁忙期、区民は7760円、区民と同伴12340円、区外のみ14040円です。子供、小学生。 通年、区民が4976円、区民と同伴が7560円、区外のみは8856円です。入幼児、通年、寝具、食事不要の場合は無料となります。食事のみは1080円、寝具のみは3000円です。入幼児同伴利用の区内在住の父母は、区民料金からさらに1000円割引きます。 お問い合わせは地域活動家書務係、電話5742-6687番、ファックス五5 7 4 2 6 8 7 8番です。広報品川を個別配送します。区内在住で新聞を購読していない方で、希望する方に広報品川を個別配送しています。詳しくはお問い合わせください。区のホームページから電子申請もできます。お問い合わせは広報校長課です。 電話5742-6644番。ファックスは5742-6870番です。スマホで読める広報品川デジタルブック配信中。6言語で読めます。日本語、英語、中国語の簡単反対。そして韓国語、タイ語です。音声読み上げができる。文字サイズを調整できる。発行日に配信通知が届く。 こちらは設定が必要ですアプリをインストールしてくださいその他のお知らせでしたおしまいは子育てスゴロクインデックスですスタートです妊娠・出産一。 妊娠中の生活に関する相談に応じサポートします。全妊産婦相談、相談できます。2、パートナーと一緒に出産、育児について学びましょう。2人で子育て、相談できます。3、赤ちゃんが生まれた家庭に助産師、保健師などが伺います。すくすく赤ちゃん訪問、相談できます。4、産後の母体のケアが受けられます。産後ケア、相談できます。 乳児 5. 乳児予防接種の費用の一部を助成します。予防接種。女性などが受けられます。6. 保育料の一部を助成します。保育料の助成、女性などが受けられます。7. 在宅で子育て中のママたちが親子で遊べる場があります。ポップンルーム。子育ての輪に参加しませんか ?8. 仕事が休めない。 子供が急な病気の時にサポートします。病児保育、預かります。幼児。9、発育に関する相談に応じます。小児健康相談、相談できます。10、在宅で子育て中の方も、一時的に子供を預けることができます。オアシスルーム、預かります。11、子供を預けたい時は、地域の方がお手伝いをします。ファミリーサポート、預かります。 12. パパと子供が参加しやすい場や活動があります。サンデー子育てサポート。子育ての輪に参加しませんか小中高生。13. 小学生が放課後に有意義に過ごせる場所があります。スマイルスクール。預かります。14. 仕事で夜遅くなる場合にも子供を預けることができます。トワイライトステイ。預かります。15. 学校や地域で活躍できる小中高生のリーダーを育成します。ティーンズプラザ、ジュニアリーダー教室。16. 仕事に復帰する際の相談に応じます。就業相談、相談できます。ゴールです。子育てすごろく、インデックスでした。 これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、まのめももこでお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう。さよなら。